ファイターとしての愛知様のことは以前から存じていました。そして私は初めて知ったのです。リンクジョーカーの争いを終わらせたのが愛知様であること。私は愛知様の話を聞き、とてつもなく魅了されました。それまでの私の人生で初めて会うような相手が目の前にいたのです。ファミリーの争いを過去のものとし、新たな人生を生きることができる。私にそう思わせてくれました。ありがとうございます。あなたが助けてくれたんですね。ニコラが敵を、一体誰なんだ。はじめまして、仙道愛知です。この人が仙道愛知。この世界を守るために君の力を僕に貸してくれませんか。あの子たちが二度と笑顔をなくさないために、僕の願いを君に託したいんです。僕は決意した。この僕の中にいるリンクジョーカーを封印しなくちゃいけない。ああ、この僕ごとってことですけど。それを手伝ってほしいんです。その時俺は考えた。この男、自分の身を犠牲にしてでも世界を救うつもりなのかと。ネーブソン？しかし俺には疑いがあった。どれほどの覚悟があるのか。仙道愛知、ファイトだ。一体どれだけ本気なのか。ファイター同士ならファイトをすれば確かめられる。俺はあの時そう思った。スタンドアップ、ヴァンガード。俺がヴァンガードの道を歩むのは同胞を守るためだった。だから俺には分かったのだ。愛知殿も俺と同じく本気で同胞を守ろうとしている。いや、同じ国の民ばかりでなく世界の同胞を守ろうとしていると。素敵なところだね。誰？こんにちは、ラティカーティさん。あなた誰？どうしてクレイの世界に？もしかして仙道愛知くん？リンクジョーカーを倒してくれたあの？あのか。ありがとう。私の大切なクレイを守ってくれて。僕もこんな素敵な世界を守れてよかった。クレイは僕にとっても大切なところだしね。うん、あげる。クレイを守ってくれたし、それに素敵って言ってくれたの愛知くんが初めてだから。ありがとう。おいしいね。ねえ、おいしいよね、ドーナツ。君の友達はクレイに来ないの？クレイにいるのが私の友達なの。現実の世界はみんなミラージュ。私の世界はクレイでしかないの。永遠に。そう。ハイチ君はどうしてここに？ラティカーティさん。はい。君に大事なお願いがあって来たんです。私に？